食えぬ者もいる。ならば仇を討つまで。戦の前は心を鎮めろ。待て。やりました。腕はあるが焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。Ой, өнөөх их цаар да. What's 滝の糸岩尾が来たる苔ごろも小春の光糸いたるかもお急ぎください。 動くな。 助かりました。ですが他の仲間は誰一人。どこで捕まった？アザモの東の海岸の四つ筋で、漁師がいつも使ってる道です。近づくでないぞ。始末は任せよ。げへんぞ。し疲れたか？野党に戦場で拾われるとは叔父上は何と言うだろうか。変わったことはないか？あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？麻布の菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を。外では本心を言えなくて猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る？じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。奇襲する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。زكنها تلو إرلي ولك حمتد يا بتسكاي تداون بدور بندور تاريخ حسن جلسن أدكتي كي جرد إير كوي أمخا سلمي سوغلاشお見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。かかってこい。信号が不定か。弓を見て差し上げましょうか。長尾忠頼様も羨む弓です。奴ら火薬玉を投げた。まさか素手でか。男どもが噂してるよ。くだらないこと言うね。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。里いお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。この前ミツが見たらしいよ。足立家の女の人で。もし太刀のお手入れをいたしませんか。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。その太刀は5分に運びます。どんな鎧でも結構です。どうかお気をつけて。鎧はお体に合ってます。奴らが対馬に来る前は満月の旅に参ったっていう。ガキの頃はじいさんが毎日のように神社に行ってたな。まだ荒らされてない神社はあるのか。さあどうかね。猛虎は異国です。奴らに打ち込む。